まあ、1回負けたのが1006のちょっとハイペースなところで、まあ、2着になりましたけど、トライアル振り返って、まあ、スタートでちょっとね後手を多少踏んだんだけど、まあ、内枠の利を生かしてスムーズに行きましたね。まあ、思った通りというか、まあ、彼なりのレースはできたと思いますよ。根本的に言えば先人のレース、まあ、短いところでいつもいい結果を残しているので、まあ、よろしいんじゃないのかなと思うんですけどね、はい、結果的に、まあ、全て先2、先4で勝たせていただいてますから、まあ、負ける気はなく強気でいきたいなと思いますけどね。